玉木春とは玉木春は、鎌倉時代初期成立の女流日記文学。筆者は、剣後前。現代名はなく、冒頭の和歌から、玉木春と、課題される。あるいは作者名から、剣春門院中納言日記、または、剣後前日記、剣樹後前日記と呼ばれる。また、日記ではないとする立場から、剣春門院中納言の記、剣樹後前の記等とされることもある。 日記文学に分類されるが、日々の日記ではなく老後の回想録であり、内容は平安時代末期から鎌倉時代初期にわたるが、その大半は謙信猛員に仕えた平安時代の宮廷生活の追憶である。本書は写本がほとんど存在せず、長く知られることがなかった。わずかに現存する写本にも複数のものの注釈が書き込まれており、成立過程に、 未生の点が多い。九州久留米藩の辻氏を経て、同藩画老であった、有馬守居の頃、有馬家の所蔵に返したものと思われる。以後有馬家の血縁者によって伝えられた。1933年重要美術品に認定され、1936年、当時の国宝に指定された。1950年の文化財保護法施行に伴い、重要文化財となっている。 第二次世界大戦時に当時の所有者であった有馬秀夫から金沢文庫に帰宅され、1999年に同人の孫から神奈川県立金沢文庫に寄贈された。作者の口述を幼女の善意に筆記させ、それを作者自身がまとめたものが主体である。その後、作者が採用しなかった保護を弟の藤原定家がまとめて筆記したものが伝わる。 便宜上、前者を第一部、後者を第二部として分類される。第一部、第二部鎌倉初期、作者の裁晩年になってこうした改装録を作ることとなった動機は、カビな平安時代の御所のありようを知らない若い女房たちに、当時の話をせがまれることが多いからであったことが、序断に記されている。そのため女房の名寄せ、宮廷行事の進行。 平安当時の復職等について詳細に記されている。ありがとうございます。